こんにちは、新鮮堂薬局鈴木邦明です。まあ、皆さんには何度も同じような話をしていますので、このチャンネルをご覧の方は、まあ、少しずつでも食生活改善していらっしゃるんだと思うんですけれども、まあ周りにね、売っちゃった人だらけのはずですので、まあご家族とかね、ご親族なんかで、そういう状態の人がいらっしゃるのならば、まあ伝わるかどうかわからないんですけれども、まあとにかくですね、私のところは本当に山に囲まれてて、まあ例えば例えにならないかもしれないですけど、東京駅の前って、東京駅に関係ない人でも車いっぱい通るじゃないですか。で、私のところ山囲まれてて、国道1号線っていうのが走ってるんですけどね、真ん中、それがや、その山の上通っていくので、私の住んでる岡部町という1万人ぐらいの人口のところは素通りなんですよ。ですから、私の町に住んでいる人たちプラス、まあ会社もね、少なからずありますので、そこに、会社働きに来てる方以外は、もう本当素通りで、素通りというか、町の隅っこのその1号線を通ってっちゃうんで、誰も入ってこないんですね。で、そういうところで、ですので、当然なんですけど、救急車が来たらもう、私の町の人が対象なんですよね。だからそこの1万人ちょっとの人口のところに救急車が来るってことになるんですけどね。で、普段は本当に救急車のサイレンの音なんか聞くことなかったのに、やっぱりここね、3、4日すごい多いんですよ。で、もう本当に異常な感覚だと思います。で、東京の消防庁はもう去年よりも対前年比で10万件9月29日までに、多いそうです。まあ、こういう状態なん で一応ね、以前にも紹介したんですけど、葬儀屋にお勤めの方、まあ、この方まだ目覚めて、完全に目が覚めてはいないんですよ。うん、売ってはいないんですけどね。はい。で、これ、この方は2021年の段階でまだ勤めて2年目だったんですけれども、すごい亡くなる人が多かったんですって。で、その前の年、2020年がの4月に、お仕事を、お勤め始めてされてるので、その2020年の冬は亡くなる方が少なかったと。なもんですから、あまりにも忙しいので、去年の冬ですよね、去年の冬から今年の春にかけて、もうこんなに、忙しいのが普通ならとってもやってられないということで、先輩に聞いたんですって。そしたらその先輩が、もう20年以上勤めてるけどこんなことは初めてだと、うん、それでこの方は、我慢して4月まで、まあ、忙しい中で我慢して働いてたんですって。そしたらまあ、8月ぐらいまで落ち着いてたんですけれども、8月の中旬、お盆明けぐらいからすごい増え、また忙しくなって、すっごい忙しくなって、今度は先輩の方からこんな忙しさが続くのでやめようかなって言ってきたんです。まあ、そういうお話が一つで、もう一つはこれは前にご紹介したことがあります。この方がね、なんかおかしいんだよね、同じお宅の人が亡くなるケースがやけに多いと。おじいちゃんが亡くなって、お葬式あげたら3週間ぐらいしたら喪主を務めていた息子さんが亡くなったって連絡が来たりとか、同じようなケースが多いんだけどなんでだろうって言ってたというお話なんです。で、私は同じお宅で亡くなっているというのがまあ晩されちゃうの嫌なんで、多分、そのお宅の食生活にあると。まあ何度も言ってますけど、サラダ油とかね、マヨネーズとかマーガリンとか加工食品に入ってる植物油脂ですね、ああいうのが多く取れば取るほどサイトカインストームっていうのが起きやすくなる。
まあ、起きた時にその、炎症反応が強く出ることになるんですね。うん、そうするとあの自然に血栓がさらにできやすくなってくるので、一気に重症化しやすくなるということが起きます。うん、ですから私はあの10日間チャレンジっていうのをもうしつこくあの皆さんにお勧めしているんですけれども、まあ、どの程度やってらっしゃるのか、本当これもね、あのそのお宅によって甘く見ちゃってる人もいるでしょうし、まあ、こういうのってのは見えないからまた困るんですけどね。まあ、とにかくこういうお話があった上で奈良県のあの8月、すごいですよねこれ。通常の年が1200人ぐらいなのに、1600人に届こうかということですよね。ですから 25% ぐらい増えてるってことですかね。うん、ですからこれおそらく全国的で9月の方が多い感覚があるので、あ、多いっていうか救急車の音が鳴ってる気がするので、まあ、これがもうちょっと伸びちゃってるんで3割ぐらい増えちゃってるんじゃないかなと思ってるんですけど、とにかく加工食品、コンビニ弁当、菓子類、ジュースなどは毒以下で食べ物ではないと。毒が皆さん、まあ私も含めて、皆さんが食べているあの野菜とかの生鮮食料品というもの、あれが毒です。で、毒レベルならいいんだけれども、こちらは毒以下ってことですね。はい。で、このサーモンについてね、あの何度かもうご紹介してるんですけれども、やっぱりこのタイミングでこういうあの記事が出てきてるというのはもう情報開示でしょうね。改めて紹介させていただきたいと思います。簡単に言いますね。海中の大きな網には10万匹程度のサーモンが詰め込まれ、そのうち 15-20% のサーモンが出荷を待たずに死んでいく。鳥や牛の死亡率が毎年 3-5% 程度なので、養殖サーモンの死亡率は異常なほど高い。本来サーモンは肉食だが、養殖場では餌として、魚粉、野菜、動物性副産物からなるペレットを与えられる。密集した空間ではサーモンの排出物も増え、中ではウミシラミと呼ばれる小さな寄生虫や多くのウイルスが培養される。そのため農薬や抗生物質が養殖場に定期的に散布されるが、その残留物の一部はサケの体内に蓄積され、一部は海底に、堆積していく。まあ、つまりはこの農薬とか抗生物質、まあ、あとはこういう寄生虫ウイルスによって、死んじゃってるってことですよね。で、死んじゃってる上で、こういう形で、蓄積されると。で、困るのがこういう、農薬とか抗生物質なんですけれども、まあ、特に農薬ですね、こういう類のものっていうのは油に、より蓄積されやすいんですよ。で、私1回だけあれなんですよね、居酒屋でそのサーモン食べたことあるんですけど、もう口の中に入れた瞬間に油の質が違うんでまずくて食べれなかったんですよね。まあ、そういったものなんですけれども、問題になるのは廃棄物をそのまま海に流して処理することもない。養殖場では過剰な飼料、腐敗した魚、排泄物、薬品の残留物などが残され、周囲に大量に漏れ出ていく。すると近くを通る野生のサーモンを病原体や寄生虫に感染させ死に至らしめることも少なくない。また他の海洋生物にも悪影響を与え生態系を狂わせているというのが現状だ。養殖サーモンは、妊娠中の女性、乳幼児、子ども、そして家庭にがんの病歴がある人には大きなリスクになる。養殖サーモンには天然物と比較しても数々の化学物質や抗生物質を多く含んでいることが判明している。過去30年間に養殖魚介類に抗生物質の耐性菌が増加しているという研究結果も発表された。食べた人の抗生物質耐性のリスク増大が懸念されるところだ。サーモンを月に1回食べるだけで、WHO の基準を超える汚染物質を摂取すると分析する研究もある。月に1回でですよね。だからね、もうこれ食べ物じゃないんですよ。もう本当食べられている養殖されているサーモン自体もかわいそうですけどね。 15% の致死率、まあそういったことでももう本当ね、この話聞いただけでも本当食べ物ではないということはお分かりいただけると思います。
まあ、とにかくここら辺しつこく書き続けてますけれども、これを試すことによって何が起きるのか、多分ね、みんなもう忘れちゃうんですけど、私ほど、あなたに会って人生が変わったって、家族の人生が変わったって言っていただけた数が多い人ってそんなにいないと思いますよ。病気が治ったって言って喜んで、その人だけが喜ぶっていう問題ではなくて、家族が変わった。まあ、少なくとも子供のことで来ると、親子、まあお母さんの場合がほとんどだな。お父さんは変わらない人は変わらないので やっぱ外食平気でしちゃうんでね。だからそこら辺はあれなんですけど、まあとにかく家族が変わった、まあ家族の人生が変わったって言っていただけた数は、本当に多分私よりも多い人って、まあいてもせいぜい10人、まあ個人的には本当いても2、3人だと思ってますけどね。それぐらいの価値はあると思いますので、ぜひ騙されたと思って、この10日間チャレンジ、小麦立ち、しっかり塩を取るね、この辺をやっていていただいて、まあそうすればね、集った時にね、今みたいに何ですか、そういうのを食べてる人たちって変な反応しますから、そういう人たちとね、違った付き合いが一瞬のうちにできるということに驚かれると思いますよ。ぜひ、食事を変えて、まあ、サーモンも、まあ、だから養殖も全部考えないとダメですね。貝はね、そのまま吊るしとくという形になるので、まあ、もちろんこういう養殖魚を飼っているところが近くにあると、そこからさっき言ったような農薬とか、農薬じゃない、抗生物質とかね、やっぱ農薬か。そういう類が流れ着いてきて、貝の方に影響が出ちゃうっていうのがあるんでしょうけどね。まあ本当、矛盾に満ちた世の中ですけれども、腹を満たせるということと食事をとるということはもう全く別物ですのでね。ぜひその辺を参考にしていただいて、まあこの話を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。